ないない岡村隆史、友達だと思ってた、自身の交際ゼロ日婚の決め手について語る。岡村隆史、岡村隆史、1970年、昭和45年7月3日からは、日本のお笑いタレント、司会者、俳優、ラジオパーソナリティ、ダンサー、お笑いコンビナインティナインのボケ担当、相方は矢部浩之、大阪府大阪市東淀川区出身、吉本興業東京本社所属、 NSC 9期生、既婚、大阪市立方針小学校、大阪市立東淀中学校から大阪府立茨城西高等学校に進学し、ディエゴ・マラドーナに憧れてサッカー部に入部、同校の1学年先輩に矢部浩之の実兄矢部義行がいた。2年生時に矢部浩之が後輩として入部し、先輩後輩として付き合いが始まる。当時の友人の中には舞台俳優の鈴木健介もおり、友人らとは卒業後も付き合いがあり、ラジオ番組の中でもコンビの共通の話題としてたびたびネタにしている。人並みを経て立命館大学、関西外国語大学、大阪芸術大学に合格。本人は大阪芸術大学への進学を希望していたが、父春夫の勧めで立命館大学経営学部2部へ進学。しかし相方の矢部に誘われて吉本興業のタレント養成所 NSC に入所し、大学は1年次で中退した。NSC 入学時の願書の自己 PR 欄には必ずトップに立ち、ダウンタウンのようになってみせますと書いていた。お笑いコンビナインティナインの岡村隆史54が24日放送のフジテレビ週刊ナイナイミュージック水曜51.0に出演。ゲストで元 V6 の三宅健から、結婚すると思ってましたと質問されると、思ってなかったと即答。50歳過ぎた人が結婚するのって0何パーセントらしいよと話す一幕があった。その理由についてローンも組めなくなると一言。相方の矢部浩之も相手の方も、なんで50年もこの人独身なんやろってなると、晩婚の厳しさについて語った。結婚の決め手はと三宅から問われると、勢いやなとぽつり。自分のペースが崩れるんちゃうかってのも嫌やったと言いつつも、友達だと思ってた、でも趣味も一緒やし、この人俺に合わせてくれてるんちゃうかなって、あれこの人じゃないと感じ、交際ゼロ日での結婚に至ったと振り返った。